ろしくお願いします。小さくなってますね。こちらの方で見ていただければ分かるんですけども、下にポスターが置いてありまして、このポスターの上に、オブジェクトを用意しております。画面の方にいろんな緑の点が出ているのをご理解いただけると思うんですけど、この緑の点は空間そのものの、場所を認知して、座標として定義していくんですね。なのでこの緑の点がどんどん増えていきますと、その空間そのものがハートできていく。